アルコールをまた使っていきます。ゴシゴシいくとめちゃくちゃ落ちるっす。これ多分洗っても落ちないんですよ。タオルにアルコールが一番落ちるっすね。ロゴとかやっちゃうとこれプリントなので落ちちゃうんです。結構注意していただいた方が、なんかマスキングとかでもいいと思うんですけど、素材がやっぱ凹凸があったりすると削れやすかったりするんで、もうやっぱりあるんですよね、タオルの摩擦とかで。CT とかエナメルみたいな加工になってるやつはやんない方がいいですね。テカリが落ちちゃうので、バンズは全然いいと思うんですけど、 CT の新しい復刻して出ているやつとかだと多分上に乗ってる加工が落ちちゃうので、このテカってするのが落ちちゃうんですよ、このコーティングが。そうですね、さっきの汚れ落としとかだと多分問題ないですね。デニムの色落ちなんですけど、これもアルコールでいけると思うんですけど、デニムの染料が中にこう入っちゃって、まあ、コットン素材も革もちょっと落ちない場合があったり、落ちる場合があったりするので、ちょっと一概には言えないんですけど、若干は薄くなるんですけど、やっぱりちょっとほんのりデニムが残っちゃうので、そういう場合はパテントを使う感じになるんです。これは色が落ちてしまったりした場合に上からポンポンポンとすると色を補色してくれる感じですね。同じ現象にはどうしてもなっちゃうので、こまめにやるしかないのかなとは思います。ただここって脱ぎはぎが一番多いところになるので、その顔料もやっぱりこうどうしてもこう擦れてくると色が落ちちゃうので、またなっちゃうのはなっちゃうかなとは思いますね。防水していただく方がコットンはいいかと思いますね。これがつきやすいので、防水していただいて、自宅でやるとすると、軽くタオルに、その衣類用の洗剤を、まあ、ちょっとパンパンとやってもらって、なんていうんですか、濡れタオルに洗剤ちょっとつけてもらって、あと全体的に拭いてもらって、最後にもう濡れタオルでもう一回しっかり拭いていただくと、汚れはある程度は落としてくれるかなと思います、ね。メンテナンス的な感じだと。はい。シミになったりするのが嫌なので極力離してかけますね。深すぎるとどうしてもこうすごい濡れちゃうので、表面に膜を張ってくれるイメージになるので、汚れを防止してくれるっていう感じですかね。